今回はツイッターの流儀についてトークしましたいいねがつきすぎるとすぐに通知を切るという話から SNS ビーガンに話が移っていくあたりがとても面白いですそれではどうぞはいどうもはいどうもフリーアジェンダですフリーアジェンダでいや山本さん、はい、僕思うんですけどはいなんかそのツイッターでうん なんか人が嫌な気持ちになること書くやつ、あ,あ何なの何なのあれ。<laughs> 何なの最近、ツイッター見てて気持ちいいなって思うことあんまないですよね。ない、うん。うん。なんか言いたくないけど、あえて言わせてもらいますけどとか、うんうん、我慢しようぜみたいな。うん。なんかどうしても我慢できないんで吐き出させてもらいますけどうん 我慢しようぜみたいなツイッターはつぶやきの場だから何を書いても自由だろって思ってるけど、人に見られると思って書いているだろうん。つぶやきだったらトイレでしろ。うん、ということで、今回のテーマは。今の長い理由だったな。ということで、今回のテーマは、奥ヤ山本のツイッターポリシーについてです。 ああ、気になる。気になりますか。気になる。一応僕、自分なりのポリシーを持ってやってるんですよ、ツイッター。うんうんうん。なんかポリシーを持ってツイッタートやってるって、なんか、かっこいいような、かっこ悪いよなかっこ悪い。<laughs> かっこ悪い。かっこ,いか,っこいかかっこいか。俺,俺のツイッター、<laughs> ポリシー、俺ポリシー持ってやってるから、マジ俺ツイッターに関しては、マジで手抜け、手抜けねえから。<laughs> 哲学がね、あるんだよね。うん。そうですね。 はい、まあただベースとしてやっぱその人が嫌な気持ちのあることは書かないっていうのとそういう場所として使わないっていう自分の中でのがあってやっぱまあそのツイッターってついつい愚痴だったりとかなんかそのちょっとある人のことが嫌だからその人のでも直接的には書けないからにわせっぽく書く昨日嫌なことがあったんですけどとか。 まあ、匿名の名前書かないんですよ。あの人のこと名前みたいなのが分かるように書く人もいるじゃないですか。うううんんんそういうのを含めて、えっと、僕はツイッターをやる上で、まずそのネガティブなことは書かない。うんで、まあ、特定の他人のこと、特に知らない人のことは、まず書かない。うん、うん、特定されるようには書かない。うんで、えーっと、知らない人には自分からは絡まない。うん 相手が自分に対してポジティブなことを言及している場合は除く。だから、貸しさんの、まあ、ノートいつも勉強になるんだよな、みたいな人にありがとうございます、うんうん、恐縮ですみたいなのを書くけど、それ以外の人たはいきなり知らない人には変わな,ないうん、うんで。知り合い以外には引用,引用リツイートは絶対にしない。まあ、これはその非人,だろう人間。 に関しては例外なんだけど例えば、ロイター通信とかはしてもいいことになってるんだけど、信じはしない。信じはしない。引用についてのは知り合いに絡むため以外ではほぼ使わない。うううんうんうん、うん、というルールがあります。うん、うんうん、なんか大体自分が最低やなことですね。確かに。でも、おおむね同じかな。 僕、付け加えならギャグだと思うっていう、ああ、なるほど。うん、メンタルティー。うん、そうですね、まあ。なんか僕、逆に嫌なこと書かれることも結構あるかなと思ってて、はい。ディスられたりすることもちょたまにあるんですけど、あの、怒ったら負けだと思っていて、うんうんうん。なんか、ギャグだと思うっていうスタンスで、なんか自分もどっちかというと、そういうスタンスで使いたいなって思ってるんですけど。 真面目なことも書いちゃうな。そうだね、真面目なこと書くね。うん。まああれはしょうがないよね。しょうがないね。<laughs> うん。まあでもみんなそう、特に知らない人の引用リツイートとかをバンバンするのはよくねえぞ、うん。なんかあの引用リツイートって仕組みさ、結構誰が得するんだろうね。ああ、そうだね。まあその身内で使ってる分には僕はいいと思ってて。 昨日某我々の投資家があの,あのペイディが3000億円で買収されたのとみずほがシステムに使った4000億円これはあのどういう意味があったんだろうみたいな,なんか面白いこと書いてたんでなんかそれに絡む意義リツイート、うん、あのすごい久々にしたんですけど、うん、なんかそういうななんですかねお互いであのふふキャッキャする以外の 使い見たことそうなんだよねうんなんかそう引用についてって、うん、なななんだろうそうなんだよね自分が部屋で自分の持論を一人述べてたら、うん、いきなり他人が入ってきて窓を開けるみたいなだか、うん、<laughs> そうそう謎の謎の現象だなとは思いますね,ねでたまにうんこ投げられるみたいな感じでしょ まあだから基本的にあれって、ツイッター上の存在ってもうなんか人間じゃないと思ってみんなやってるんだよね。そのコンテンツだと思って扱っているし、ツイッターもそれ良しとしてると思うんだけど、うん、中身人間っていう。なんかす,すごいなとは思いますね。ね。はい。いや、そうなんだよな。 まあツイッターのそこら辺のなんか、マナーのについてはなんか SN、SNS ポリスっていうめっちゃおもろい漫画があるんで、ぜひ皆さんそれを読んでくださいね。それはネット漫画的なやつですかあ、ネットにもあるのかなあの左利きのエレンっていう有名な漫画があると思うんですけど、あれと同じ方だった気がしますね。あ、ケイクスとかで読める。普通にキンドルとかにあるの。あるかな ?SNS ポリス、っマジおもろいぞ。え、俺、今日の出勤時に読みながら行くわ。 うん、でなんかリプライ欄で勝手に始まる論争みたいなやつも、うん、なんかすごいその漫画が、うん、なんかあの端的にやらせてなんか、うん、その。うん 居酒屋相席地獄っていう言葉で、なんかそのあるコメントしたら、それに対して A さ,ん A さんがリプライして、その A さんの友達の B さんがリプライして、勝手にそこで機能始めるときあるじゃん。ん居酒屋で突然、相席いいですかみたいな感じで二人やってきて、自分を無視して、その友達同士がずっと自分の席で喋ってるみたいな状態だけど、それは何みたいな。そういう面白いなんか例え用語をめちゃくちゃいっぱい。 あの作っ生み出してるんです。<laughs> 天才だな。天才だな <laughs>、うん。めっちゃおもろい。<laughs> めっちゃおもろい。なんか、あ、確かにこうあの、なんかさ、いいねが何万ってついてるツイート、こうたまに回ってきたときに、うん、あの、それも柔らかい系というか、おもろい系のツイートだったとき、ギャグ系の、そこのリプライ、うん、リプラン見ると、結構、幸せな気持ちになれるというか。<laughs> ああ、確かに確かに。<laughs> うん なんかめっちゃおもろい大喜利入ってたりとか、そう,ね、そういうのはあるんですけど。わか,か,かる、わかる、わかる。なんか誰かを批判してるとか、何かをディスってるとか。ちょっとネガティブなこと言ってるとか、揚、うん、げ足取ってるとか、そういうものの。リプランは地獄が起きてますよね。わ <laughs> か,か,かる、わかる、わかる。なんかあの尊い絵。絵えとか、その、うん、なんだろう、そのイラストとかの。リプランってめっちゃ一番幸せで。百種。 100種類くらいの悪いけど保存させてもらってみたいな画像がなんか溢れてるじゃん。<laughs> あれ好き。<laughs> 確かに。尊い保存しかねえだろみたいな感じの。あれは幸せだけど、うん、なんかね、やっぱちょっとコビットの話題とかのコメントの地獄のような。うん、ああ、地獄だね。直近だとこう我々の業界に対してすごいネガティブな イベントもなんかツイートは起こしてる<ー>ツイッターの中で起きたりしてるんではい、はい、ありますね本当にいいもんじゃねえなっていうかうん,なんでそれでいうとノートも近しいものを感じてはいるんですけどうんそうだね一時期特にありましたねうん、うん、僕なんかでも前その山本さんが言った一個のルールみたいなやつ今もやってるかしらわかんないけどいいなと思ったのが 自分のツイートでも単にいいねとかリツイート増えてきたら、通知切るって言ってたじゃないですか、今もやってるあれ、確かにいい,い,いいなと思って、なんかそのプラスの方向でなんか自分が結構人気になってるとかも、やっぱあんまり浴びすぎると良くないなと思って、うんうん、でもなんかどれくらい増えたかって、数値って楽しいから気になっちゃうじゃん、気に,ゃ気になっちゃう、気になっちゃうだから結構そういう時ってツイート、ツイート見る頻度増えたりとか、あれやっぱ良くないなと思って、なんかヤ、ヤンオンティのそのアチ,チュードはすごいいいなと思いましたね。 なんか大体こうツイートした後30個ぐらいいいねついていくと膨らみそうだなってなるんですぐ切るんよ。ああ、正しいな。あらゆる通知切っておきたいじゃないですか、モバイルって。モバイルというか。なんかツイッターでね、僕一個消せないのが、その通知とか全部切るけど、開いた時のあの赤いポチというか、あれは絶対つ,、はい、つくじゃないですか。ああ、なるほど。僕、うんうん、あいつも消滅させたいんですよ、ね。消滅 うん、あのタブいらねえなと思ってて。アプリ消せばああ、確かにね。うん。アプリ消せばアプ,アプリ消す。なんか、自分のがスクショピって撮って、<う>で、iOS のシェアシートでツイートするみたいなのがすごい多いんですよ。あははは。それが使いたいっていうのが一番結構多かったりしますね。いや、もう、うん、スマホ、スマホ、スマホ捨てれば。お前、極論だな。 <laughs> 貴様 <laughs> いやいやいやあれだあれだあのなんだなんだあれだわ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 ああ確かにもう服も脱ごうかな確かに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 お前も死んでしまうぞ京次郎僕でも昨日ちょっと今日昨日ちょっと友達と話してて面白い話があった面白い話したんですけど はいはい、なんかその、結構前にフリーアジアで,でマクドナルドの話したと思うんですけど、うんうん、マクドナルド、まあ、1900年代は非常にもてはやされたと、良い品質の、良い品質というか、品質で美味しいものを全面に届けるイノベーションだと。待って、待って、ちょっと待って、ん今週からあれだわ、あの、月見バーガー始まってるわ。 今週から。<laughs> え何何何今週からスキンバーガー始まってるわ。<laughs> こ,こんな山ト初めて見た。何だ <laughs> 今週からスキンバーガー始まってるよ。いや、なんか、それが、それが,かがマジで、ね、去年からずっと楽ししみにしてんああ。うん、<laughs> 教えてあげなきゃ。子供は好きだね、スキンバーガー。うん。ごめん、続けていいよ。<laughs> お子さんのこと <laughs>、マジびっくりした。何がとシナプスがくっついてしまった。<laughs> いやでさそう、うん、マクドナルドあるじゃん。はい、はいはい。さあ、いや、俺は思ったんだけどさ、いや今週から月見バガが始まるなくて。<laughs> 悪かったって。悪かったっ。<laughs> <laughs> 私が悪かったよ。<laughs> いやまあみんなそのね、 みんなってか、今も昔も結構みんなマックとか食べて喜んでるわけだけど、うん、まあ一部のこの自分に思想があるみたいな感じの人とかは、うん、まあやっぱこうロハスに走ったりとか、まあ、ビーガンとか、うん、まあそういうふうになってるわけじゃないですか。はい。で、なんかその50年後に、なんかその SNS フリーみたいな思想がまあ,あるだろうなと思って、あ<ー>今の、やっぱビーガンとかいけてるようなみたいな感じの流れで、私はその、だから、 ビ、まあ、ーガンとかはこう肉フリーとか子宮に迷惑をかけないとかっていうふうな思想なわけじゃん。だから、なんかその承認欲求フリーな人間です、私はみたいな感じの<ー>意思表明として、なんか SNS をしないみたいな、うん、肉を食わないみたいなテンションで、私は承認欲求フリーの生き方をしていますみたいな感じの思想派閥が多分あると思ってて、私はちょっとインスタとツイッターはやめたんだけど、<ー>スナップチャットはまだやめられてないんだよねとか、いや、全部やめたみたいな、うん、なんかそういう、うん、なんかその まあベジタリアンも結構種類がいっぱいあるじゃん。何かその、何が OK? その落ちた果物しか食べないとか、卵と乳製品は OK とか、なんかそういうテンションで、やっぱ承認欲求立ちしてるけど、まあ、どうしてもクラブハウスだけはちょっと残ってるけど、あとはやめられたんだよねとか、なんかそういう,こうビーガンみたいな思想人種が SNS に対して起きてると予想する。うん、確かに、なんかメタバースフリーとかもありそう。 なんか、みんな全員、こう、メタバース上にアカウント持ってんのに、なんか、いや、私はいいんです、みたいな。その、デジタルでの交流、いらないです。私はカフェでお茶するんです、みたいな。そう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 。めっちゃありそう。っていうのが、なんか、あると思うな。うん。ああ、あるね。確かに、自分もな、Twitter 以外の SNS はもう完全フリーなんだよな。確かに、なんか、一瞬でクラブハウスから降りたよね。降りたね。 インスタももうとっくの昔に降りてるし、フェイスブックもあの投稿しなきゃっていう時に頑張ってしてるみたいな感じで、ほぼ降りてるし。うん、ね。まあでも最低限のつながりはあった方がいいから、ツイッターくらいは適度に楽しむのがいいんじゃないですかね。そうさせていただこうかな。まあ ら乳製品みたいなもんですよ最低限のタンパク質はやっぱ取らないと、<laughs> <に>ビーガンだとしても。確かになんかさ、ビーガンとかベジタリアンもその地球を見てビーガンをやってる人と自分の体を見てビーガンやってる人と2パターンいるんだなって最近理解してビーガンは100種類くらいいると思う。<laughs> 100種類いるんだ。<laughs> そうなんかあの、なんか国会議事堂の前で豚が殺されてる写真持ってこうやってこうやってやってる人、うん、はいはいはい。 あの自分たちと同じように他の生命を扱うことがなんか礼儀だろうっていうのが多分あの一番なんだろう原理的なユダヤ教的なビーガンだと思うんだけどそうじゃなくて何かあのこう自分の体のヘルシーさを保つためにプチビーガンしてますみたいなグルテンフリーのパンケーキに卵のせて食べてる、ね、あ卵食べてるみたいな。 ビーガンは本当めちゃくちゃいろんな種類がいるっぽいね。いるっぽいんだね。だから例えばその動物に対する苦痛みたいな文脈とかだったら自然死したものは食べてもいいだったりとかあ<ー>、うん、逆にその論調でいくと果物とかももいで食べるのはダめでだから落下したものは食べていいとか。 あとその、その地球の影響としてその、まあ、動物に対する苦痛もそうだけどなんかそれを作るまでになんかこう排出されてる、まあ、CO2 の量が気になる人とかもいるしうんうんうん、なるほどみたいな結構いろいろいろらしいね。なるほどね、まあまあ、魚は OK とか,、ね、なんかよく分からないその難しいですね結局なんか自分が生きるってことはこのなんですかね。 地球環境というかエコシステムの中で生きてるっていう以上、その自分の命も否定することになっちゃわないのかなっていうのはいつも思うんですけど、うんどう捉えてるんだろう,うね。うん、まあでも人それぞれだし、まあ、そういうなんか思想みたいなのは結構面白いなとは思うんだよね。結局、なんかその世の中がマッチョになって,ってこう物質的に満たされていくと、そういう思想面でやっぱこう自分が人と違うみたいな感じになっていくから、なんかその。 まあ、未来はだから SNS フリーみたいなやつもあると思うし、なんかあと企業とかもそういうビーガンみたいな思想があったら面白いなと思うんだけど、うちはなんかその何、自社株交換以外を使った M&A はしませんみたいな、相互の価値シナジーを重視しない M&A は一切しない、自治体的買収 MA フリーですみたいなとか、うんうん、なんかまあ、どうんど、うん間違いなく、そういう方向になっている。 確かにね、でもなんか今の,の SDGs を主導してるのはむしろ投資家だみたいな要はその資本主義がクラッシュするっていうリスクに今はあると、うん、でこれをクラッシュしないようにするために SDGs とか ESG とかそういうものに先行的に投資したり<ー>なんかそういうことに対して投資している会社こそ伸びるべきだっていうスタンスを取るのは むしろ実はその対局にいると思われている投資家で、そういうプレッシャーをかけてくるのも投資家になってるっていう。面白い。うん。なんか、しかしいよね。<laughs> じゃ資本主義の論理の中で、あえて資本主義のヘッジをしているっていう感じなんだね、うん。そうそう。このままいくと自分たちが勝っているこのルール自体がクラッシュしうるっていう。ああ、面白い。めちゃくちゃ面白い。うん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 ,うん。まあ、あるかもね。ありそう。賢い人たちですよ。本当に。 まあでもそういう、10X、まあ、とかもそういうなんか新しい思想にのっとったなんか運営とかするのは面白いかもしれないね。うん、なんかまあチャレンジしやすい立ち位置ですよね。そうだね。うん。創業者はやっぱり思想をある程度乗せられるからね。うん、そうですね。なんかそれなんとかフリーみたいなわけわかんない言葉を作り出してほしいな。<laughs> 有給休暇制限フリーぐらいはできそうだけど、すぐ。 救急課制限フリーか、うん、確かに。何だろうな。そういうなんか人が肉を食べないみたいなことが、なんか、企業だと何に該当するのか。えー、何だろうな。銀行借り入れフリー。と<か>でもそういう会社あるか別に。全然あるな、うん。あるな。うん。それはあるな。 確かに、なか会社の文脈ってよりもすごい人間的な文脈でやりそうだね。それで言うと、なんか、例えばタマホームって会社がさ、ワクチン打つなって言ってるみたいな、<ー>社長が、うんうん。より人間らしい人格を発露する会社。あ、わかった。コンペフリー。はい、あーコンペリーいいね。いいね、いいね。相見積もりになったら必ず引き下がるっていう。<laughs> あコンペだったらもういいです。ってい,あい,やいいですあ。譲りますみたいな。あ だ指,名指名できた、指名できたき、来てくれたところはもうマジ全力尽くしますみたいな、どの会社よりも全力でやるみたいな。そのコンペとかに使ってるエネルギーがん、うん、ないんで、その分指名で弊社だけが頼ってくれたお客さんには全力尽くせるんですよみたいな。うんうんうん、いいね、それ。競争しない。これめちゃくちゃ、めちゃくちゃいいじゃん。コンペフリグング、うん。うちもコンペフリンしようか <laughs> <laughs> コンペやったらおりますっ,つって <laughs>。<laughs> 大丈夫か <laughs> そうですね。まあ、殺し合いの螺旋から降りる。<laughs> はい。まあ、そんな感じかな。そうですね。面白い面白いと思いますけ、ね、ど、SNS の話は。うん。そういえば、殺し合いの螺旋から降りるって何だと思ったけど、バガボンドだね。10, 10巻ぐらい、1一巻。なんか、インシュン倒した後ぐらいにありましたよね、そんな話が。あの鎖釜使いの男が、確かその。 武マ負けときに話したことですね。そうっすよね。いやー、うん、懐かしい。ちなみに、鎖鎌っていうのはめちゃくちゃ実際弱いらしいっす。ねえ、あれどうやって使うの <laughs> 鎖鎌めっちゃ弱いらしいっすね。弱いんだ。うん。前、その最弱武器選王選手権っていうのを番組でテレビやっててめっちゃうまかったっす。<laughs> いいね、それ。あのね、あのトトンファーとか。<laughs> はいはいはい。 あとあの江戸時代の十手とかあ十手ね <laughs> なんかそういうそのそそれ戦えるのかよみたいな武器がいっぱい出てきて戦うっていうめっちゃ面白だった <laughs> めっちゃ面白そうやんあ,あとヌンチャクとかね <laughs> <laughs> ヌンチャクねヌンチャクは強いんじゃないのヌンチャクはまあ強そうだよね普通にもう遠心力使って鉄の塊を当てるんだよね鎖釜はねまああれはもともとその農民の武器 はい,いや、距離詰められたらね、ちょっときつそうだね。きついっていうか、絶対勝てないでしょ。<laughs> まあね、確かに。はい、はい、じゃ、今回は草野の話でした。はい。はい、お疲れ様です。またね。バイバイ,バイバイ。バイバイ。はい、皆さん、いかがだったでしょうか。ぜひ、今日の感想をハッシュタグフリーアジェンダでつぶやいてみてくださいね。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。